皆さんこんにちは。タクシーチャンネル健太です。本日はタクシーの現場、感じる街の変化というタイトルでお送りしたいと思います。私は20代から5年目のタクシードライバーです。タクシー業界に興味を持っている人や、これからタクシーを考えている方によりリアルな情報をお届けできればいいなと思っております。昨日も乗務している現役のタクシードライバーです。で、売上等はですね、ツイッターに載せてますので、よかったら見てみてください。こんな感じで稼げるよとか、まあ売上をね、出すってことはその人の給料が大体分かってしまうことなんですけど、まあこんな感じの生活になるんだなみたいなのが分かってもらえるのかなと思います。はい、それでは本編行ってみましょう。ではまず一つ目ですね、銀座のお姉さんたちですね。水商売のお姉さんたちの変化についてです。これはですね、もともとコロナ前とか、その結構前は銀座のお姉さんたちっていうのは、まあ専業みたいな感じで、すっごい綺麗なお姉さんが、なんだろう、住む場所は入船とか月島あたりに住んでいて、かなりいいマンションにね住んでいて、どれぐらい稼いでるんだろうな、わからないけど、月100万とか稼ぐのかな、もっと稼ぐのかな、200万ぐらい稼ぐのかな、わからないですけど、本当にその辺はあんまり話したことなくて、お金のことだけど、まあその辺に住んで、こう専業、毎日ですね、週5で出勤されて、まあいろんな同伴とかやって帰るっていう感じが多かったんですけど、最近の銀座の女の人たちは、まあもちろんそういう方もいらっしゃいます。ただそういう方の比率が減って、少し遠くから稼ぎに来てるのかなっていう、アルバイトみたいな女の子もちらほら見かけるようになりました。なのでタクシーからの目線で言えば、あ、女の子乗せてはどうせ近いんだろうな、1000円か1500円かみたいな感じではなくなってるってことです。例えば馬込だったり、高速に乗ってなんだ船橋だったり埼玉みたいな、その女の子がちらほら出てきてますね。なのでまあその銀座で女の子乗せたら最悪だとか、女の子はパスしようみたいなドライバーさんは、まあ今ちょっと撮ってみると違ってくるのかなと思ったりはします。またですね、これは最近その耳寄りな情報なんですけども、実際やってないとわからない情報で、結構込み入った情報っちゃ情報なんですけども、錦糸町でね、結構いいそのクラブ開店したらしいんですよ、何店舗か。そこに銀座の女の子行ってるらしくって、だから錦糸町も意外と暑かったりするのかなと思います。私はあんまり行かないですけどね。はい、次ですね、歌舞伎町の絶頂。これはね、もうコロナ禍とかね、コロナ末期、まあ今もそうですけど、ぐらいからもう結構顕著で、歌舞伎町は今とっても景気いいですね。まあホストさん頑張ってらっしゃるのかなとはもうずっと思ってますけど、タクシードライバーやってる方はみんな多分分かってると思います。歌舞伎町はおかしいぐらい人いますね。で、車も乗りますし、まあもちろん短いんですけど、歌舞伎町の特徴としては。ただその誰が行っても、その、いつでも、24時間お客様いるっていうところはありますね。あと多少接客難しいと思うので、まあ、その辺だけ我慢して頑張ればお客さんは永遠にいるような感じです。ちなみに稼いでるドライバーっていうのはあんまり歌舞伎町入れないような印象はありますけどね。でも最初回数稼ぐ意味で歌舞伎町使ってる方もいっぱいいるので、あのぜひ覗いてみてください。はい、次、四谷三丁目に荒木町っていうね、結構いいあの飲み屋街があるんですよ。で、そこがね、衰退してきてるっていうニュースです。これはね、やっぱ最近結構衰退を感じますね。昔はね、本当に歩き中良くって、タクシードライバーもそこからもうロング2万種とかバン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 出てたんですよ。で、今もね、そう好きな人は結構流したりつけたりしてるんですけど、昔に比べてかなりお客さんが減ってるっていう印象です。あれなんでなんだろうな。やっぱりあの、料亭、高級な料亭とか美味しいお店とか、そういうのになくなってきたのかな。どうなんでしょうね。客層とかも、サラリーマンとかの客層は、その平日はポチポチいるんですけど、金曜日とか。なんかね、元気なくなってきましたね。いい場所だったんですけどね。で、タクシーもさ、こう流すとこがしっかりあってさ、すっごい細い道で。あそこをこうゆっくり流すんですよね。まあ結構芸者とかで終わると期待値ある場所なんですよね、あそこ。何回も自分もロング引いてますし。だから、衰退するの悲しいなと思っているところです。次、神楽坂の存在感低下。これもね、一つあって、例えば銀座とか新橋、六本木で営業していて、あの神楽坂方面って結構あるんですよ、そのお送り先としてですね。早稲田とか、なんだろう、牛込柳町みたいなところに住んでる方を送るじゃないですか。
その時に神楽坂を営業エリアとして捉えてるか捉えてないかって人それぞれだと思うんですよね。で、その神楽坂、昔は結構営業エリアとして捉えると、そこから長いのも出るし、結構お客さんもたくさんいるからすぐ乗せられて、あの営収につながったっていう面があったんですけど、最近結構存在感低下してきたなと思っています。はい、で最後ですね、これ渋谷がね、人がね本当に増えてるっていうところです。で、先日ね、その渋谷駅の高架の、ね、電車の高架の工事がありまして、それで電車止まってたんですよ。その時にまあ全然稼ぎは良かったんですけど、良かったっていうか、まあそれを狙ってったっていうのもあるのかな。自分は結構その渋谷駅にぐいぐい中まで入ってって、やるとお客さんがこう、若いお客さんがどんどん乗ってくるっていう。で、やっぱりその山手線沿いですよね、五反田とか目白の方だとか、なんかそういうところにこう送って、まあ緑を稼いでたっていうのはあったりはするんですが、そうじゃなくても渋谷の人数は本当に多いですね、人が。で、乗る乗らないっていうのはもちろん時間帯もあるし場所もあるんですが、もう本当に初心者の方にお勧めできる場所なのかなと思います。歌舞伎町よりもその客の質がいい、もちろん若いですけど、どっちも。で、あと高速の入り口も結構近いので、渋谷から乗る方もいるんですよね。そうだから、おすすめできるなと思っています。人は本当に最近増えましたね。だ、逆にそのもう一極集中みたいになっちゃってるんですよ、渋谷、新宿、六本木とかね、そういうところで遊ぶだけみたいな。昔は神楽坂とか、四谷三丁目とか、あとは中目黒とか、まあ、様々な中目は全然まだいますけど、なんだろう、中野とかね、高円寺のあたりも含めてね、そういうところでいろいろポイントってあったんですけど、まあ、ローカルで活躍されてる方はもうそこしっかり握ってると思うので、その握ってるグリップのね、ある小さいその飲み屋があるような街を、我々みたいなその売上稼ぎマンがさらっと行ってお客様取れるような状況ではなくなっているっていう感覚ですね。で、その中でですね、渋谷っていうのはすごい人が多いので、しっかり営業ノウハウ、渋谷の流し方だとか、渋谷のお客様出ておきやすいポイントとか覚えると、かなり売上の底上げにつながるのかなっていうのがあります。はい、街の変化がこちらで以上になります。でですね、まあ、これはその街をディスってるとかじゃなくって、タクシードライバーとして稼ぐならの目線ですね、稼ぐ時の目線なので、プライベートでね、ぜひ神楽坂とか行って美味しいご飯、ランチだったら全然そんなに高くない、私もよく行ってましたし、ランチでご飯食べて美味しかったら夜も行ってみるみたいな使い方して、美味しいお店とか本当に多いので、ぜひ行ってみてくださいっていう感じです。楽しいです。はい、それでは本日の動画はこちらで以上になりますが、1月2月ですね、やっぱり結構閑散期影響出てる方を数多く見られますって、自分のその営業所でもかなり下がってきてるので、営収が。なので、まあ悪い日は悪い日ってね、あっても仕方ないと思いますけど、まあ頑張る日は頑張る日とかして頑張って、心折れないように営業ノウハウを少しでもまあ身につけてね、無事故無違反でお互い頑張っていきましょう。この動画が少しでも見ていただいた方の役に立てればいいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。